はい、どうも。ですね、今日は腹広カマキリの動画なんですけど、かなりショックなことが起こりました。この褐色型の腹広カマキリなんですけど、まだ幼虫の状態で8月の中旬に採集しました。で、しばらく飼育してたら孵化して無事に成虫になりました。無事に成虫になって、その後も引き続き飼育してきました。で、9月の中旬頃に、ハリガネムシが出てくるかどうかの実験をこのカマキリを含めて3匹行いました。すると、このカマキリを含む3匹とも、ハリガネムシが出てくることはなく、1匹もハリガネムシに寄生されてないっていうことが分かりました。で、ハリガネムシに寄生されると生殖機能を失って産卵できなくなったり、寿命が早く尽きてしまったりして、長く飼育することはできなくなります。で、実験の結果ハリガネムシに寄生されてなかったので、正直かなり安心してました。で、少しずつお腹も膨らんでいって、もうすぐ産卵するのかなと思ってたんですけど、つい最近餌をなかなか食べなくなりました。で、ヨーグルトとか昆虫ゼリーとか与えてたんですけど、そういう餌は食べてくれました。で、生き餌とかをなかなか食べなくなったんですけど、それと同時にお腹もしぼんでいきました。こいつは交尾してないので産卵しないのかなと思ったんですけど、カマキリって交尾しなくても産卵するんですよ。無精卵なんですけど。で、このカマキリはいつになったら産卵するのかなと思ってたんですけど、産卵しない理由が分かりました。実はですね、この腹広カマキリのお腹の中にはこいつがいたんですよ。はい、これハリガネムシです。いや、本当にびっくりしました。んで、かなりショックです。まさか寄生してるとは思ってなかったんですよ。んで、9月に実験やった時にハリガネムシ出てこなかったんですけど、多分あの時はまだハリガネムシが十分に育ってなかったんで出てこなかったんだと思います。で、ついさっきなんですけど、ハラビロカマキリの虫かごの中に入ってる昆虫ゼリーを交換しようと思って、容器を見たらカマキリのお腹からなんかぶら下がってるんですよね、黒いもんが。で、見たらこのハリガネムシが出てきてるとこだったんですよ。いや、ショックでしたね、見た時は。で、こいつかなりでかいですよね、ハリガネムシ。今まで見た中で一番でかいかもしれない。長い間カマキリのお腹の中で育ってきたからかな。んでね、腹広カマキリあんまり元気ないですね。で、今思い返すとハリガネムシに寄生されててもおかしくないようなことがいくつかあるんですよね。例えば糞です。ハリガネムシに寄生されたカマキリって糞をするのにかなり時間かかるみたいなんですよ。で、このカマキリもなかなか糞しなかったんですよ。やっぱりそういうところに現れてましたね。で、やっぱり産卵しなかったっていうのが一番ですね。さっきも言いましたけど、ハリガネムシに寄生されたカマキリは生殖機能を失って産卵することはなくなります。なので、やっぱり産卵しなかったっていうのはハリガネムシの影響ですね。で、やっぱり幼虫の時から飼育してきたハラビロカマキリからそのカマキリよりも大きなハリガネムシが出てきたっていうのはかなりショックです。で、かなりお腹もぺっちゃんこになってしまいました。前まで膨らんでたんは全部ハリガネムシやったんかな。いや、こいつ虫かごから出そうで怖いな。さっきから水の上に上がってくるんですよ。
うわ、怖これマジで。ほら、もう出ようとしてるもん。どんだけ陰気やねん。